日本、中国及び、朝鮮の律令成果での租税制度である。大化の改新において、新たな施政方針を示した、改新の御事のりの一つに、まかりむか急不意しかも行田の蝶とあり、これが、租税の改定を示す条文である。ここに示された他の蝶は、電磁面積に応じて付加される租税であり、後の電素の前身に当たるものと見られている。 日本の祖養調制は中国の制度を元としているが日本の国情を考え合わせ日本風に改定して導入したものである祖は国画の焦燥に蓄えられ地方の財源に充てられ幼鳥は都に運ばれ中央政府の財源となったイサオと長を都に運ぶのは生産した農民自身で運脚府といい国司に引率されて運んだ現物を納める税は 8月から徴収作業を始め、軍家さらに国庁の倉庫に集められ、木管が付けられ、11月末までに都の大蔵省に収められた。奈良時代は原則として車船の輸送が認められなかったので、民衆の中から運客が指名され、都まで担いでいった。往復の運搬の旅の食料は自便であったために、餓死する者も,も出た。運客たちが歩いた道は、 国府ととを直線で結ぶ感動なな道であった。地震や土砂災害などの天変地異が発生した場合には、地域的に免除されることがあった。実際に、放棄3年に、文後国で発生した山崩れが発生した際や、天朝7年の出羽国の地震、浄和8年の伊豆国の地震では、災害の記述とともに、素養町の一部が免除された記録がある。 区分田一段につき二束にはとされ、これは収穫量の3%から10%に当たった。原則として9月中旬から11月30日までに国府へ納入され、災害需要の備蓄米を差し引いた残りが国がの主要財源とされた。しかし、歳入としては極めて不安定であったため、律令志向より間もなく、これをためもみとして、 百姓に貸し付けた利子を国賀の主要財源とするようになった。一部は薄月米として1月から8月30日までの間に経営運上された。また、都ごとに5分以上の減収があった場合には蘇が全面される規定があり、そこまでの被害がない場合でも繁憂と呼ばれる比例面の措置が取られるケースがあったが、 当時の農業技術では、全面、比例面を避けることは困難であった。そこで、一つの両性国内において定められたその、総額に対して7割の素収入を確保することを、目標として定めた、不産徳7法と呼ばれる規定が導入されたが、 これを達成することも困難であったため、大同元年に旧例として原則化されるまで、しばしば数字の変更が行われた。当の律令では、定の人数を基準とした、定素であるのに対して、日本の律令では、他の面積を基準とした伝素となっている。このため、日本における素は、律令以前の初保儀礼に由来するのではないか、とする説もある。 自邸へ付加された。元来は、家へ登って漏液が課せられるとされていたが、その大農物の納入、もしくは状況生活を支える仕送りとして、布、米、塩などを経へ送るものを用と言った。用を米で納める場合は、洋米、布で納める場合は、養布と称した。 配信の御事のりでは、一個あたり王府一条二尺、あるいは妖枚ごとを徴収する規定があり、それが律令制下でも引き継がれたと考えられている。ケイアキナイ、ヒ国に対して要は付加されなかった。現代の租税制度になぞらえれば、人頭税の一種と言える。要は、英子やうねめの食料や公共事業の小駅民への賃金、食料に用いる財源となった。 妖米、大宝律令、養老律令には、妖米に関する規定は存在していなかったが、演儀式には、小点一名あたり、米三都とする規定があること、平城宮などから出土した木管に、妖米一票としてごとごと八章六都などの分量が、記されているものがあることから、古代を通じて、妖米が徴収され、一票イコール二長分の妖米に相当したと見られている。 また、洋が、英氏やうねめ、その他小駅民の食料に充てられたという点からも、洋としての米は重要な部分を占めていたと考えられている。洋府、大法律料では、当時一般的な基準とされていた常布一条三尺二枚分に、相当する布二条六尺が、小点一名あたり徴収された。だが、実際には、ほどなく、伊佐は半減にされ、慶運三年には、 定正化され、事実上焦点一条三尺が徴収されることになった。養老元年には四条二尺を一段、二条八尺を一段と称するようになり、端と段は後には長さの単位としても用いられるようになった。なお、養父には納付した人物の国軍号生命を両端に牧書する規定が存在していた。自 中男へ付加された。繊維製品の納入が基本であるが、代わりに、地方特産品34品目、または貨幣による納入も認められていた。これは、中国の制度との大きな違いである。軽へ納入され、中央政府の主要財源として、官人の給与などに充てられた。軽や機内では軽減、ひだでは免除された。成長帳の本体であり、 繊維製品を持って納入した。成長は大きく分けて、絹で納入する、調べ絹と布で納入する調布に分けることができる。当時において、絹は、天皇などの高貴な身分の人々が用いる、最高級品であり、その製品は、布とは別のものとされていた。したがって、当時の調布とは、麻をはじめから虫、クズなどの絹以外の繊維製品を指していた。 時代によって違うものの、大法律料、養老律令の規定に基づけば、とされていたが、実際の運用においては、養老年間に改定が行われ、とする規定が定められて、これをもとに徴収が行われていた。特に、美濃国で作られた足布である、美濃足布と、カズ国で作られた布である、防田布は、古くから、品質は、上質とされ、 かつ、東国豪族の中世の証を示す、高納品としても評価され、東国の蝶と呼ばれて、古くから、宮中行事や祭祀に用いられてきた。このため、美の足切ぬ、棒田布に関する規定が特別に設けられていた。蝶福物蝶に付属した税。商店のみ紙や漆など工芸品を納めた。朝鮮蝶の仏納に変え、銭で納税する制度。 ただし、後世のように、貨幣経済は発展していないため、目的は、戦火の流通、干流策の一環であり、大法律量の施行後間もない和同海鎮の鋳蔵後には施行された。制定当時は、戦5分を、調布は、長さ一条三尺に相当するものとされたが、貨幣価値の変動に左右された。人気年間から天平年間の契機では、 小邸一名につき休分となっている。飛騨の民は、長用を免除される代わりに、匠帝を里ごと十人一年交代で挑発され、平安時代には、総勢百名とされた。いわゆる飛騨公である。匠帝は、木工料や、修理職に所属して、工事を行った。長伊佐を、重複者は、刑に納入された。納入する妊婦を運客と言い,い、 かかる負担はすべて自便であり大きな負担となった。また、国内各地から運客が集まったことで、都の城における人口の密集に拍車をかけて、病原体への接触の可能性を高め、さらに彼らがそれを故郷に持ち帰ったことが律令制の時代に、たびたび発生した薬病の流行の一因であったと、する見方もある。なお、九州の人々は、 円の朝廷とも呼ばれる太宰府へ税を納入した中国の蘇庸調は北州に始まり、唐で完成した。以下は、唐における蘇庸調である。ただし、蘇庸調は南北朝時代統一以前の北朝支配下の農民の実態に合わせた租税制度であったとみられ、隋になってから統治下に含まれるようになった旧南朝支配地域でそのまま実施されたかについて、 疑問視する意見もある。近辺制が崩壊し、大土地所有の振興の一方で、本籍から離れ小作人となる農民が増えるようになると、制度の維持が難しくなり、地税、青苗税、小税などの微法的な税を経て、県中元年、特層の最小要援の権威により、実際の高地に応じて徴収する両税制が、施行されると、それが主たる。 歳入源となり、蘇養町は境外化した。朝鮮では、三国時代に、中国から、律令制度とともに、蘇養町の制度を輸入したとされている。その後の高来と李氏朝鮮も、蘇養町という伝統的な効能形態に、税制の根拠を置いた。名称と内容は、時代とともに変わったが、蘇養町の基本的な枠組みは、20世紀初まで、継続した。 祖は土地を対象にして付加するもので、要は民の労働力を直接支援することで、長は党を対象に生産物を効能させるものである。祖は、連祖、税、租税、蜜木、多余税などと、要は使い、薬、溶液、不、交付、布などと、長は効能、蜜木、交付などとも呼ばれた。李氏朝鮮は、 蘇幼町の制度を通じて土地と民を支配し生産物と労働力を徴収して体制を維持した。李氏朝鮮初期には蘇は田畑が課税の対象なので不可率が明らかだったが幼と町は管理たちの不正が伴って負担が重くなり農民を苦しめた。李氏朝鮮中期以後には大同法により町の大部分も田畑を対象としまいで収めるようになった。 要は、軍府という布で収めるようになり、また、一市役法の制定後には、一部を大畑を大正としまいで収めるようになった。時代によって、その負担の計重が変わり、初期には、要と蝶の負担がそよりも重かったが、後期には、その負担が一番重くなった。李氏朝鮮末期には賛成の貧乱と言われる、税制上の様々な不正や収奪が横行した。 1907年から1914年になって、日本の統治のもと、所得税、財産税、流通税、消費税などの近代的租税制度がもたらされた。注釈出典。ありがとうございます。